Hey yo! Wait, actually, this is my second video I recorded today, actually, to be honest. Yeah. Wait, I put it in the schedule for one reason. I just noticed it. So welcome back to Sword Art Online Alicization, Chris. I forgot to buy... one thing is, I didn't buy the last recollection yet because I have no idea where I gotta get that game, actually. Well, I wish I can get it from my game, local game store, if I have time. So we're on the game, actually. I just realized actually is the same suit as well. The attire is pretty much identical as what I wearing last time. Why do this one? Here we go, this is the iconic one, and we gotta do that. I have no reason to do that. So I know people gonna think it, wait, where's another game character you, and one thing in quest that you didn't finish yet. Some of them actually, this one, I think it's what most difficult one, the most unforgettable one. It's very, very difficult. Very, very difficult. Don't give me my patience out. I was gonna do it in the one. Wait, this is a. He took a day off. Oh, is it the 120? At 120, I just. Oh, no, it's one. And so I wanna do. Let's get the Lina. Hit Lina L1, man. I gotta say to do Lina. I wish I can find Lina. There she is. I gotta call her now, so let's get started. よ、リネル。キリト、何ですか？ちょっと付き合ってほしいところがあるんだけど、いいか？ん？はい、わかりました。どうした、リネル？今日はどうして私をここへ連れ出したんですか？まあ、せっかくだし、食材やら物資やら必要なものを買い込んでおこうと思ってさ。ベルクーリさんやファナティオから言われてるんだ。キリトはいつも油断すると姿をくらまして、サードレさんのところに遊びに行ったり昼寝したりするから、今日くらい補給に付き合えってさ。だからそのどうして私を？まあ、いや、お前も暇そうにしてたろ。本当はフィゼルも誘いたかったけど、あいつには逃げられてさ。そうですか。でもそれは私を連れ出した答えにはなっていません。まだよく分かってないって感じだな。じゃあおじさん、この果物を2つください。あいよ、可愛い妹さんがいるから負けておくよ。ありがとう。リネル、これすごくうまいんだぜ。南帝国産の果物だ。酸味と後から来る濃厚な甘みが特徴でさ。まあ食べてみろよ。はい。どうだ？だろ？この商店街にはいろんな食材が集まるんだ。食材だけじゃなく、世界のあらゆるものが流通してくる。きっとリネルが面白いと思うものもあるはずさ。そうでしょうか。あの動物はすごかったです。東帝国の動物には大きいやつが多いよな。貴族の鑑賞用に運ばれてくることも多いみたいだ。
編み込みがすごく細やかな絨毯も。それは西帝国の手織りで作られたものだな。あんな細かい模様がびっしりついてて、まさに芸術品だ。はい、あんな美しいものを見たのは初めてです。セントラルカセドラルではありませんでした。おお、リネルには珍しい反応だな。やっぱりリネルを誘ってよかったよ。もしかしてキリトは私にこういうものを見せるために？まあ買い物ついでだよ。リネルもフィゼルもあの塔の外に出たことないって言ってたし、こういう大衆文化みたいなものを見せれば珍しがってくれるんじゃないかと思ってさ。そうだったんですね。お母さん、あれ買って、あのおもちゃが欲しいの。仕方ないわね、今回だけよ。リネル？おお、ここにいたのかリネル。それにキリトも。あ、ならちょうどいい。ベルクーリ様。ベルクーリさん、どうしたんだ？ちょっとヤボ用を頼まれてくれ。怪しい噂のある商人の調査か。魔獣を育ててるなんてありえないことだけど。しかもその商人が対策本部に子供たちの剣術の指導を頼んできたとなると、さらに狙いが分かりません。表向きは剣術の指導を行いつつ商人を調べる、いわゆる潜入調査ってわけだな。とりあえず行ってみるしかないな。はい。
よし、確か待ち合わせの場所はここだな。多分あの人です。わかった、それじゃあ声をかけるぞ。あなたですか？息子たちの剣術指導を頼みたいって人は。おお、そうだ、あんたらが派遣されてきた指南役かい？何ですか？こんな若者二人が剣術の指南役とは。その私たちではご期待に添えないでしょうか、親方様。え、親方様？いや、これは失礼した。貴殿らはセントラルカセドラルから派遣されたのだ。若いながらも卓越した剣技をお持ちなのだろう。あなた方には私の息子たちの剣の指南役になってほしい。息子たちはまだあなた方よりも年下なのだが、将来は後を継がせたいと思っている。だがこれからの時代は商人の息子とはいえ、貴族の方々のように強くあるべきだと考えているのだ。まずは試用期間ではあるが、数日の間仕事ぶりを見せてほしい。かしこまりました、親方様。かしこまりました、親方様。では頼んだよ、今は子供たちを連れてこよう。ああ、なんか緊張したぜ。キリト、言動がぎこちないです。気をつけないと相手に違和感を与えます。まあ分かってるよ。それにしてもリネルは完璧だったな。さすがはカセドラル最強の諜報員って言われてるだけあるぜ。そういえば俺とユージオンも最初二人に騙されかけたっけ。キリト、嫌味ですか？あの時も全然騙されてなかったじゃないですか。そうだったっけ。私は諜報活動について知識を教わってきただけです。実際に行うのは今回が初めてですし。まあ少なくとも俺よりは様になってたよ。そもそもなんで俺までこの任務に。ベルクーリ様はついでについて行ってくれと言っていましたね。ベルクーリさん、うちの総司令なのに相変わらずノリが軽いよな。それにしても先ほどのこの館の主人、一見するとさほど怪しさは感じませんでしたね。だな。でも黒い噂が立ってるんだろ。魔獣を育ててるとか。それを突き止めるためにこうして諜報員として潜入したんだよな、俺たち。お待たせした。それでは二人に息子たちを紹介しよう。はい、お願いいたします、親方様。お願いします。おいおい、なんだよこいつ。俺たちと同じくらいの年の女の子じゃないか。こんなのが剣術を教えるなんてできるのかよ。めんどくさいな。商人の一家なんだから武術なんていらないのに。おい、お前たちやめないか。指南役の先生になんという口の聞き方だ。リネルが正合騎士だって教えてあげたらいいんじゃないか。あいつら目の色変えて頭を下げると思うぜ。必要ありません。口の減らない人たちには腕っぷしで教えてあげるのが近道でしょう。違いない。では早速ですが、私とキリトについてきてください。戦いの基礎をお教えいたしますので、構えをきちんと取ってから相手を狙う。まずはそれが基本です。闇雲に相手を狙うだけでは動きを読まれます。相手の動きを十分に観察してください。もう帰りたいんだけど。こんな子供に教えられたくない。どうせ口だけだろ。なんて態度が悪いんだ。リネル、魔獣だ。
なんだ今の声。そのようですね。ではちょうどいい。なんだあの化け物。早速先生の実力を見せる時が来たってわけだ。あなた方は下がって見ていてください。見学というのも確かな研鑽となります。はあ、何言ってるんだよ。お前らなんかにできるわけ。言っとくけど、この先生を甘く見ない方がいいぜ。ま、すぐにわかるだろうけどな。キリト、来ます。ああ、行くぞリネル。終わりました。お勉強していただけましたか皆さん。すごい。あんな技どうやってやるんだよ。僕にも教えて。変わり身が早いな。お願い早く。わかりました。それでは指導を再開します。今日はここまでです。皆さん、また。絶対また来てくれよな。もっといろんなこと教えてくれ。待ってるからな。はい、では。さすがリネルだな。いい先生してたじゃないか。そうでしょうか。それより情報を調べるにあたってこれから何度か接触する必要があります。ああ、またここにリネルと来る必要があるな。その時はまた同行よろしくお願いします。わかったよリネル。ようリネル、例の商人の件だけど、また調査に行かないか。ちょうど声をかけようかと思っていたところです。共に行きましょう。リネル、この構え間違ってないかい。リネル、僕の立ち筋も見てくれよ。お二人ともお待ちください。もっと基本を大事にしなければなりませんよ。わかってるさ。ただ早く強くなりたくてさ。ああ、剣術の稽古がこんなに楽しいなんて思わなかったな。それは良かったです。さて、じゃあ言う通り基礎訓練をするかな。でもリネル、あの約束は忘れるなよ。私から一本取れると思った際はいつでもかかってきてよいですよね。もちろん構いませんよ。よし、見てろよ。もう無理。あまり気負わずにって言いたいところだけど、もうちょっと踏ん張ろうぜ。それだと兄貴たちに先をどんどん行かれちまうぞ。別に構わないよ。僕なんて。まずは深呼吸です。気持ちを常に落ち着けて、そして自分を信じること、それが一番大切ですよ。落ち着けて自分を信じる。さすがリネル、教え方も上手だな。三人もすっかりリネルには従順だ。キリトは教え方が下手くそだね。僕もリネルに教わりたいよ。いえ、そんなことをおっしゃらずに、お坊ちゃま。では、最初から行きますよ。はあ、子供に教えるってのも、なかなか骨が折れるな。友情に教えた時とは全然違うよ。でも私はなんだか楽しいです。これまでこんなことは経験がありませんでしたから。そうか、同世代の子供同士仲良くなれてよかったよな。そういう意味では。
まあでも確かに諜報員としての立場も忘れちゃダメだよな。はい、この数日親方様、あの商人は特にこれといっておかしな行動は見せなかったように思います。だな。時々来客と打ち合わせをするくらいで、基本は部屋で書類を片付けてるだけだ。なかなかボロを出さない。リネル、好きありだってや。何するんだ、ナイフ突き立てるなんて。リネル、頼む、それ下ろしてよ。リネル、俺も隙を狙ったりして悪かったけどさ。お坊ちゃま、申し訳ありません。いや別にいいって。さあ、じゃあ訓練に戻るよ。リネル、今のは。ごめんなさい。私つい昔のことを。私はこの手で同じ境遇の子供たちを。あ、リネル。リネル、リネル。確かリネルはこっちの方に。キリト。リネル、どうしたんだ小声で。先ほどあちらの方に商人が消えていくのを見ました。共に追いましょう。あれを見ろ、リネル、カラントだ。まさかあの人が隠れてこんなことを。それに何より、アーシリアンが商人を利用して種をまいたっていうのか。人海人マデオも巻き込んで種を渡して任せるなんて。真相は分かりません。ですがあの商人が関わっているのは事実です。リネル、魔獣たちの血液で濡れたこの手、セントラルカセドラルで育てられていたあの頃を思い出します。私はゼルと共にたくさんの子供たちを殺してきた。今魔獣たちを子供投げに殺したように。リネル、
そうか。君が町で暮らす家族やこの家の子供たちを見て時折寂しそうにするのはそれを思い出していたからなんだな。あの頃の記憶は消えることはない。現実指南役なんてものも所詮まやかしです。そんなことない。リネルは本当にいい先生だったじゃないか。それに今はもうリネルは誰のことも殺したりしてない。リネル？ゼル以外にも仲良くなった子が何人かいました。でもみんな私が殺してしまったんです。ゼルはただ一人死なないでいてくれた友達でした。一緒に生き残る方法を考えてくれて。ネル、大丈夫だよ、私は死んだりしないからって言っていつでもそばにいてくれました。そんなゼルを毎日私は殺しました。たった一人の友達を私は普通の子供になんてなれません。正常な世界を生きるあの子たちに関わる資格なんて本当はなかったんです。俺はそうは思わないよ。どうして？リネルの手温かいよ。今だってこんなに血に汚れているのに。ああ、でもこの血はリネルが誰かを守るために流れたものだ。それはこれまでリネルが流してきた血とは同じじゃない。違うかな、リネル。俺だって人を殺したことがある。そのことを忘れちゃいけないと思ってる。キリト、確かに指南役は方便だったけどまやかしなんかじゃない。子供たちと楽しそうに剣術をたしなむリネルはただの年相応の子供だったよ。もちろんいい意味でさ。だからあの笑顔も本物だって俺は思いたい。キリト、でもだからって過去の記憶も無理に押し殺す必要はないと思う。それも今の自分を形成する大切な記憶だと胸に抱いて認めながら生きていくことも大切なんじゃないか。ごめんなさい、服汚しちゃいました。そんなことどうでもいいよ。少し落ち着いたか？誰か！誰か！あ、親方様！君たちか！助けてくれ！突然植物の根元から魔獣が！その言い方、カラントが何か親方様は理解されていないのですか？カラント、それは一体？私は貴族たちに頼まれてここでこの植物を育てていただけだ。なぜか貴族たちは私にこの種を手渡し、秘密裏に育てれば報酬をくれると言った。だがこの木は水をやらずとも日に日に大きくなっていく。不気味でならなかったが貴族たちの言うことには逆らえなかったのだ。なんだと？引き続き調べる必要がありそうですね。この人ではなくこの周辺に出入りする貴族について。ああ、そのようだな。疑ってしまい申し訳ありません。親方様はどうかお戻りください。後のことは私たちが調べ後ほど報告に参りますので。まさか魔獣をそんなことに利用する奴がいたとはな。ええ、この周辺の人たちに聞き取り調査をしたところ興味深い事実が分かりましたね。対策本部に報告しなければいけないけど、とりあえずはあの商人に話そうか。おそらく自分が悪事に加担したかもしれないって不安がってるだろうからな。そうしましょう。
なるほど、あれがカラントと呼ばれる魔獣を生み出す悪しき植物だったとは。貴族たちが私にあの種を手渡し育てさせたのは、おそらく貴族社会による軍備競争目的なのだろう。軍備競争、睨みを聞かせ合うってことか。自分たちで育てようとしなかったのは、氷協会の目が自らに行き届かぬようにするためか。しかしカラントから生まれた魔獣を刺激することなど不可能です。おそらくそんなことは目先の金しか見えていない貴族たちには予想ができなかったんだろう。我々商人も相変わらず甘く見られたものだ。はい、でもこれで入手経路も明らかになりますし、悪事を考えていた貴族たちもあぶり出せるかと。それにこの事件の裏にいるのはおそらくハーシリアンだ。早く貴族たちを問い詰め、奴を追い詰めないと。その目的のためとはいえ、親方様を欺くようなことをしてしまい申し訳ありませんでした。いや、謝るのはこちらの方だ。知らぬこととはいえ、悪事の片棒を担いでしまっていた。しかし君たちが諜報員だったとは、剣術の指南役どころではなかったというわけか。はい、任務も終わったので俺たちはセントリアに戻らせてもらいます。リネル、キリト、戻るって本当なの？もっと教えてほしかったのに。僕もリネル、もっといてよ。お前たち無理を言うものではない。先生方は大事な任務があるのだ。悪いな、みんな。はい、でも楽しかったです。また絶対教えに来てくれよ。今度こそ絶対に一本取ってやるから。いや、来た時はリネルより強くなってるぜ。先生、行かないで。ありがとう、そう言ってくれて本当に嬉しいです。必ずまた遊びに来ますね。近いうちに必ずな。キリト、彼らの笑顔が見られて私少しだけ救われた気がしました。ああ、俺もリネルのその笑顔が見られてよかったよ。あれから俺たちはこの事態についてベルクーリさんに報告した。そして商人に種をまくよう手配した貴族たちの動向を追ったものの、突き止めた途端に彼らは消息を絶った。帝国からの失踪を図ることは容易ではない。おそらくは何者かが逃亡を手配したのだろう。だが俺たちの現状では消えた彼らを追い続けられるほど余裕はなく、さらなる追跡は断念せざるを得なかった。それよりも優先して救うべき人々や解決すべき問題が存在するためだ。
I had to say Lin Hell's trauma is pretty much, you know, pretty much it. I gotta say I have no idea if he killed the beast as well. Man, that's the most tragic story of Lin Hell's trauma so far. On it. It was pretty much it. Oh, okay, I gotta say that's why you may notice about. Oh, right? Okay. Well, I have no idea what to say. Sometimes the commentary, you pretty much has no idea what to say. Here all along, it is. Well, to be honest, I really this game on so far. So thank you so much for watching this video. If you want to see more any other game on this channel, be sure to smash a like, subscribe if you're new. Follow me on Facebook, Twitter, Instagram, and also Hoyo Lab. Link in the description box below. And I just want to point out that. Had rain just passing through. Rain and also Kureha. And see you guys soon. Assalamualaikum. Wait, is that Riona? Riona just passing through as well. I just noticed it so far. And see you guys soon. Assalamualaikum and goodbye. I mentioned it. The outro of this thing is pretty much messed up. It is what somehow.